ニック・ジャクソンは、アメリカ合衆国の男性プロレスラー。本名、ニコラス・マッシー、カリフォルニア州モンテベロ出身。エッセンシュン副社長。兄であるマット・ジャクソンとは、ヤングバックスというタッグチームを結成して、活動している。レボリューションプロレスリングが主催する、レスリングスクール、ルドス・ドジョにてトレーニングを開始する。2004年8月8日、エルガリネロのリングネームで、 プロレスデビューを果たす。2005年2月26日、ロサンゼルスを拠点に置く、フルコンタクトレスリングの旗揚げ戦にて、スリックニック、サンティーノブロスとタッグマッチで対戦したが敗戦した。また同工業にて、当時のブッカーが対戦カード表にヤングバックスと書き記したことから、二人のチーム名が誕生。その後、NWA のマーベリック TV でのショーケースに二人で出場し、 この日から本格的に、ヤングバックスというチーム名を名乗り始めるようになる。2006年9月7日、ハイリスクレスリングが主催する1デートーナメント、ソウルサバイバートーナメントにエントリー。1回戦で、ソニー・サムソン、準決勝戦で、タランチュラとの対戦を制し、決勝戦で、兄のミスター・インスタントリプレイと対戦。この試合に勝利を収め、同大会を優勝した。 2007年より、リングネームをニック・ジャクソンに変更。2月18日、オルタナティブレスリングショー・マットと共に参戦し、AWS タック王座を獲得した。6月10日には、プロレスリング・ゲリラにヤングバックスとして、初参戦を果たし、アロガンスと対戦し、同団体デビューを飾ったが敗戦した。8月4日、HRW 主催のハイウェイにヘル2007にて、マット マーティ・ジャネッティとトリオを結成し、ディアブロジョー・イライアンカール・アンダーソン組と対戦し勝利。この試合以後、ジャネッティに指示して、指導を受けるようになる。2008年5月14日、ドラゴン・ゲートが主催するアグレッシブ・ゲート・コーラクエンホール大会のセミファイナルに初登場。ヤングバックスとして、横須カ・トール斉藤両組と対戦するが、 最後はマットが斉藤にプレミアムブリッジを決められ、ピンホール負けを喫した。以後、参戦回数を積み重ねていくうちに、観客からの支持を得始めるようになり、マットと共にドラゴンゲートの常連外国人選手としての地位を確立した。8月31日、PWG が主催するオールスターウィークエンド7にて、ジェイジ・オブ・ザ・ホールが保持する PWG。 世界タッ王座にヤングバックスとして挑戦し、勝利を収め、第22代王逆味となった。2009年1月9日、サンバーナーディーの拠点とする、エンパイアレスリングフェデレーションが主催する、ブレーキンイキン・ザ・ニューイヤー0級にヤングバックスとして参戦。フェイマス・フォー・フィアレスが保持するユフタッ王座に挑戦し、勝利を収めて、同王座に退官した。3月27日、 フィラデルフィアを拠点とする力が主催するトーナメント、キング・オブ・トリオ2009にて、マット・エル・ジェネリコとのトリオ、チーム PWG として出場。1回戦でジオシリアン・ポータルと対戦したが、敗戦した。PWG では、タック・王座をめぐって、ザ・ダイナスティ、モーター・シティ・マシン・アンズといった、タックチームを相手に防衛を積み重ねていき、5月22日に、 PWG が主催する1データックトーナメント DDT4 に PWG タック王者としてエントリー。全試合王座がかけられたトーナメントを制して初優勝を果たし、王座を死守することに成功した。同月29日には、ローにマットと共に初登場を果たし、サルリナウロブランドンデー組と対戦し、ロー、デビュー戦を勝利で飾った。9月11日。 アメリカンウルブズが保持するロー世界大グ王座に挑戦するも敗戦して王座ダッシュには至らなかった。12月21日、ティネのダークマッチにヤングバックスとして出場し、モーターシティマシンガンズと対戦したが敗戦。しかし、この試合を見たティネ関係者から高い評価を得たことから、同月26日、マットと共にティネと契約を交わした。2010年1月より、 リングネームをジェレミーに変更し、マットコとマックスとのタッグチームもジェネレーション、ミート、改めて活動を開始。2月よりマックスと共に生にバックをつけて、ジェレミーバックと改名した。また、ティネ参戦を機にヒールターンすると、観客に対する煽りや小声域きさを前面に押し出したギミックとしてマックスと共に活躍。一方で、ティネとの契約後も参戦している PWG では、 タック王座を保持し続け、なおも防衛回数を重ねていったが、5月9日に行われた DDT4 の決勝戦でペリグロアベハスに敗戦し、王座から陥落。実に王座を明け渡すまで616日。2011年3月4日、DDT4 に3年連続決勝進出を果たして優勝。4月9日に、ジェネリコリコシェ組から勝利を収め、 二度目となる PWG、世界タッグ王座に退官した。ティネでは、ティネ世界タッグチーム王座をめぐる、タッグ戦線を、主戦場として参戦してきたが、王座ダッシュには至らず、7月にマックスと共に、ティネから解雇された。ティネ解雇後、再び、リングネームをニック・ジャクソンに改名し、PWG を中心にローヤ・チカラといった、インディー団体を転戦。12月10日、 PWG 世界タッグ王座の防衛戦として、アペタイトフォーディストラクションに敗れ、王座から陥落した。2012年6月2日、チカラが主催するシカレソリスレックス、ハウジューハッチ、A 大な層にて、ヤングバックスとして出場。チーム会 IST が保持するカンペオナートスで、パレハスに挑戦し、勝利を収めて、同王座を獲得した。二千十三年一月十二日、 PWG 主催のタッグトーナメント DDT4 にエントリーし、決勝まで進出すると決勝戦でエル・ジェネリコケビンスティーン組と対戦。勝利を収めて同大会3度目の優勝を果たすと同時に PWG 世界タッグ王者となった。4月6日、ドラゴンゲート USA に参戦。シーマー &AR フォックス組が保持するオープンザ・ユナイテッドゲート王座に挑戦し、 勝利を収めて、第5代王者組となった。その後、インナーシティマシンガンズを相手に防衛に成功したが、二度目の防衛戦として対戦したザ・ブラバド・ブラザーズに敗戦し王座から陥落した。10月、新日本プロレスが主催するタッグトーナメント、スーパージュニア、タグトーナメントにヤングバックスとしてエントリー。同団体のヒールユニット、バレットクラブの一員として、 マットと共に加入を果たした。同月25日、1回戦で、ブライアン・ケンドリックバレッタ組から勝利を収める。続く11月6日、2回戦で、ジ邪ゲドー組を下し、決勝戦でフォーエバー・フーリガンズと対戦。BC の介入を経て、最後はコズロフから、ピンフォール勝ちを収め、初優勝を果たした。11月9日、PPV である、 パワーストラグルにて、タイチ高道のくくみが保持する IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦して勝利。初挑戦ながら同タッグ王座を獲得した。また、PWG では、アダム・コール、宿敵関係にあったスティーンと結託し、マウントラ・シモアを結成した。2014年1月4日、新日本主催のレッスル・キングダム8のオープニングマッチに登場。 IWGP ジュニアタッグ王座の初、防衛戦として、全王者組のタイチ組に加えて、タイムスプリッターズ、フーリーガンズを、挑戦者組として迎えた4ウェイマッチで対戦し、最後はタイチから、ピンフォール勝ちを収め初防衛に成功した。以後、スプリッターズとフーリーガンズの2チームと、IWGP ジュニアタッグ王座をめぐって幾度となく、対戦し、構想へと発展する。 3月8日、ロー主催のレイジングザバーにて、レッドラゴンが保持するロー世界タック王座に挑戦。最後はオライリーにトライアングルチョークを極められた、ところを強引に丸。4月3日、新日本主催のロードツーインベージョンアタック2014にて、イブシコータが保持する IWGP ジュニアヘビー級王座に挑戦。セコンドのマットの介入を利用した、ダーティイトを展開したが、最後は、 フェニックススプラッシュを決められ敗戦した。5月17日、ローと新日本が共催する、ウォー・オブ・ザ・ワールズにて、ロータック王座の初防衛戦として、レッドラゴンと再戦。最後はマットがチェイシング・ザ・ドラゴンからオライリー入で、七に逆十字固めを極められギブアップ負けを喫して、王座から陥落した。6月21日、ドミニオン6.212で、 スプリッターズを相手に6度目の防衛戦に臨んだが、最後は、くしだから、ホバーボードロックを極められギブアップ負けを起死して、王座から陥落した。7月26日、PWG 主催の11周年記念興行のメインイベントに登場。ゲリラウォーフェアルール形式の PWG タッグ王座の防衛戦として、ワールズ級テストタッグチームと対戦したが、最後はマットが、 キャンディスに画鋲が敷き詰められたリング上に、ボールプレックスを決められ敗戦し王座から陥落した。2015年6月26日、ミステリーボルテックス3ロックショックザ・ネーションにて、PWG タック王座を保持するトレバー・リーアンドリュー・エヴァレットに挑戦。試合終盤、ロデリック・ストロングを介入させると最後は、メルサードライバーで、D から勝利を収め、マットと共に、 同座4度目の体会を果たすと、試合に介入したストロング、試合後に現れた、スーパードラゴンと共にマウントラッシュモア2.0を結成した。9月4日、チカラが主催する、キングオブトリオ2015にて、アージスタイルズマットとのトリオ、PC として出場。同月6日、決勝まで進出すると、チームトリプル A と対戦。最後はフェニックスから、 スプリングボード式450度スプラッシュを決められ、敗戦。準優勝という結果に終わるが、試合後は6人全員で手を掲げ、お互いをたたえ合った。2016年2月20日、新日本とローの共済工業、オーナーライジング、ジャパン2016にて、ケニー・オメガマットとのトリオ、ジエリートとして、ネバー無差別級6人、タック王座を保持するカオスの矢野ー&、 ブリスコブラザーズ挑戦。最後は、オメガが矢野から、ピンフォール勝ちを収め、第四代王者組に退官した。同月26日、ローが主催する14周年、記念工業ラスベガス大会に参戦。ネバー6人、タック王座の初防衛戦で、クシダマットサイダル組と対戦。最後は、オメガがサイダルから、ピンフォール勝ちを収め、初防衛に成功した。 その後は新日本正規軍との抗争に身を投じることとなり、4月10日、インベージョンアタック2016にて、ネバー6人、タック王座をかけた防衛戦で、棚橋マイケル・エルガン吉立組と対戦。この日復帰を果たした吉立の首を集中攻撃していくも、最後はエルガンから、なだれ式合体エルガンボムを決められ、王座から陥落した。5月3日、 レスリングドンタク2016にて、ネバー6人、タッグ王座を保持する棚橋エルガン吉達組を相手二次エリートとして挑戦。最後は、オメガが吉達からピンホール勝ちを収め、第6代王者組に返り咲いた。IWGP ジュニアタッグ王座とろう、世界タッグ王座の2巻時代。ありがとうございます。